どうも俊介です。今回はトーク動画ということで YouTube からあるものが送られてきましたというテーマでね、今日はお話ししていこうと思います。ということで YouTube からあるものが送られてきたんですけども、どうでしょうか、皆さんわかりますか、何が送られてきたかまあ僕の今の状況を知っている方だったら、もしかしたらいや多分これじゃないかっていう風に思われると思うんですよ。はい、あとまあコミュニティ動向とかでもちょろっとお話ししたんでね。はい、でじゃあまあ早速ですよ、今日はその送られてきたものについてお話ししていくんですけども、はい、じゃあ何か早速答え、見せていきたいと思います。いきますよ、3、2、1、じゃーん、これです。これが YouTube から送られてきたものでございます。はい、形見たことある人いるんじゃないでしょうか。どうですか皆さん、わかりますかこれ、すごいですよね。もうそのあれですよ、海外から送られてきたんですよ。なんかこの雑な感じとか、まあ、海外っぽいですよねちょっとはい、ちゃんとねその YouTube から通知が来て、ちゃんと日本の住所を登録してしたら、まあ2週間ぐらいですね、2週間ぐらいで意外と早く届きました。ということで今日はまあこれの開封動画を、お話しできたらなというふうに、お話じゃないか開封動画になるっていうことで、じゃあ分かってる人もいると思うんですけども、分かってない人もいるはずなので、一緒に開封していきましょう。こっち側にね答え YouTube マークとかあるんですけども、住所が書いてあるから見せないので、まあこっち側からねそのハサミでちょっと開封していこうかなというふうに思います。じゃあ早速ちょっと開けていきますね。うわーやば、これはもう YouTube のまず第一関門というか、まあ YouTube ドリームみたいなもんですよ。そうで、これ届いたのが意外とちょっと前で意外と前なんですけど、やっぱ開封動画を撮りたいなっていうふうに思ってて、なかなか開封できてなかったっていう、このねまだ閉じたままなんですよだから自分も見るの初めてで、ちょっとすごい楽しみですね。ちょっと開き方っていうのかな、大丈夫かこれ、間違った開き方しないよね、行こう、あ大丈夫ですはい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 、怖いな、住所が怖い。ではですね、ちょっとパンダしっかり、はい、開けていきたいと思います。しゃー、はい、中が真っ黒とやばい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 、今モザイクかかったかな。はい、じゃあ行きますよ。この黒いのを多分取ったら正解が出てくるんで、皆さんいいですか、もう予測してますか。行きますよ、3、2、1、じゃあ、あまだまだ、ちょっと待ってよ、あ英語ですね。はい、ちょっと読み上げようかな。 Do you remember your first subscriber? your 100th ちょっと英語読めなくてやばいな。はい、ということでちょっと、まあ、何書いてあるか、僕も英語得意ではないので、読めないんですけども、ここにね、サインがちゃんと書いてある、ここに誰かわかんない読めないけどサイン書いてあって、スーザン・ウォッウォッウォッお、やばい、ちょっと申し訳ない、でもこの人CEO って書いてあるんで、 YouTube の CEO さんからメッセージをいただきました。ちょっと後でねしっかり和訳してちょっと読みたいと思います。ということで多分この下が本物ですよ。あ、やばいやばいやばい、またモザイクがはい、この下が本物でになってます。じゃあ開けますね、いきます、じゃーん、あちょっとパンダも落ちてた、ちょストップストップ、パンダも落ちてた、よいしょ、はい、金の盾でございます。おおすごい、じゃーん、ちょっとなんか鏡になってる、やばい、ちょっとごめんなさいね、あすごい、ちょっと袋から出します。やば、すごい鏡だ、
鏡だからちょっと嫌なんですけども、どうしよう、この角度めっちゃ家見えるめっちゃ家映る。あ、この角度ならいいか。金の盾届きました。すごい、ちょっとすごいですね。僕もちょっと初めて見る、ね、ちゃんと青木俊介 IOE ラボ人生を変えるフォーパッシング、10万サブスクライバーズプレゼンティル2って書いてある。すごい、 裏こんな感じになってるんですねちゃんと引っ掛けれるようになってるすごい、やったー、銀の盾が届きました。意外とでもなんか軽いな、軽いですよ、軽いなって思いましたね。サイズ感としては僕どう、わかるかな、こんな感じ、自分の顔よりは全然でかいですね。何センチなんだろうこれ、30、20、40センチないぐらいまあとてもいいか。はい、銀の盾が届きました、皆さん。いや嬉しい、ちょっとなんかすごい鏡が嫌ですけども、ちゃんとねここにちょっとこの、あ、今撮ってますね。ちょっとこの鏡が嫌なんですけども、めちゃくちゃちょっとこの鏡が嫌なんですけども、ちゃんと青木俊介アイオイラボ人生を変えるっていう風に書いてます。なんか大台に乗った感がありますね。金の盾が届きました。ちょっとこれはもう僕の家宝に、していきたいなという風に思っておりますはい、ということで、今日はこんな開封動画でございました。僕もその届いてからこれもう3日とか4日経ってて、早く開けたかったんですけど、もうやっと開けることができてもう大満足です。実物見えてよかった。いやでもこれもね、全て、まあ、今登録してくださっている皆さんのおかげです。 YouTube の CEO からメッセージが届くなんてね、まあ、ほとんどっていうかめったにないことですよ。びっくりですよ、僕もこんな人生を送ると思ってなかったはい、なので本当に登録してくださっている皆さん、そして今こうやって動画を見てくださっている方、ありがとうございます。いつもいつも本当にありがとうございます。これからも、動画頑張って上げていくので、ちょっと最近全然上げてないし、ちょっとショート動画の再生回数も落ちてきて、どうしようなってなってるんですけれども、まあ僕なりに進化していこうと思うので、これからも、温かく見守っていただけたら嬉しいです。じゃあ、今日は銀の盾の動画でございました。じゃあ、また動画たくさん上げていくので、ぜひ見てくださいね。銀の盾どうしようかな、本当はここに数えたいんですけども、実はこれ全部後ろグリーンバックで、だから置く場所がないんですよ残念なことに。どうしようか迷ってるんですけども、今日は銀の盾紹介動画でした。嬉しいよかった。はい、では、今日の動画はこれで以上です。またバイバイ。